はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。はい、第5回だったかな、モンスターグランプリが、終わりました。一応ですね、私の結果の方も発表しておこうと思います。はい、まあマスター1なので、まあさほどですね、注目に値するというものではないとは思います。一応ですね、撃破数が3324で、グランプリスコアが127,740でした。まあ基本的にはですね、ボーナス、休憩ボーナスをですね、まあ消費するという形でしたね。まあ残り、まあ4ポイントぐらいちょっと残しちゃったんですけど、まあまあでも基本的には消化できたかなと思います。で、パーティーがですね、まあここに出てるような、形になります。勝率はだいたいまあ 70%、 いい時はね、9割いって、悪い時は60% 台に落ちたりしましたけど、という感じです。はい。まあ一応ね、パーティー、こちらでもお見せしとこうと思います。まあ基本的にはですね、ギガンテスと竜王はすべてのパーティーにおります。で、アームライオンもいるんですけど、パーティー2のアームライオンは少しだけ、パーティー1とパーティー3のアームライオンとは違います。で、4匹目のですね、モンスターが、まあそれぞれパーティー1、パーティー2、パーティー3で異なってですね、ということですね。パーティー1が、ホークブリザード、パーティー2が、キラーマシン、パーティー3が、キングスライムという形です。で、まあ、パーティー3がですね、前回と同じパーティーなんですね。まあ、ちょっとギガンテスだけ変わってますけれど、はい。基本的な構成は一緒です。パーティー1とパーティー2、パーティー3、それぞれ、まあ、そうですね。若干、キングスライムの出動がですね、少なかったかもしれませんが、まあ結構均等に出した感じですね。ホークブリザードがちょっと結構役に立ったっていうところはですね、バルボロスに対して、まあ結構強く出れたというのがあります。まあ、キャドに強いですからね。ということで、まあ、一応ですね、ちょっと、あまり興味ないとは思いますが、一応ちょっと見ておきましょう。ギガンテスがですね、こちら力自慢に、なります。で、スキルがですね、まあ、ランドインパクト、まあ、激しい雄たけびとランドインパクトも出ましたということで、アースブレイクを入れております。あとはシールドアタックですね。はい。で、継承がこんな感じです。ジバリア残体 S を2つつけております。デイン耐性 S が欲しかったですね。下見にくいですけど、休み耐性 A で、まあ、休み無効にしておいて、あとは対悪魔の S をつけております。これは結構ね、役立ったと思いますね。シルバーデビルとか、シャドウサタンのね、デイン属性の攻撃も結構、耐性つきましたということで。まあ、デイン S がね、やっぱ欲しかったかなと思います。はい。で、2体目のアームライオンが、ちょっと画面が戻らないですね。はい、アームライオン、一匹狼の極みですね。はい。スキルがですね、クリムゾンバード持ち、激しい炎で、全体スキルキングプレスを持たせております。はい。というわけで、会心率 S と A。で、あとは、休み耐性と、イオ耐性をつけております。はい。でですね、まあ、成長の方なんですけど、まあ、ちょっとさっき紹介してなかったですけど、攻撃源耐性がですね、C あればですね、攻撃源が無効になるんですけど、これ D、残念ながら D なので、ちょっと時々、攻撃源が入ってしまったり、します。はい。で、先ほどのギガンテスの方もですね、ちょっとすいません、成長のところをですね、お見せしたいと思います。こちらですね。はい。まあ、ジバリア残体がですね、はい、S まで育っているという、なかなか、これなどでも攻撃的に、ですね、育てようという、継承しようという感じですね。はい。で、竜王ですね。はい。一匹狼極み。まあ、基本も最高個体だと思います。まあ、こいつがいるおかげで、だいぶ助かってると思いますね。はい。で、スキルがですね。はい。ベギラゴンと黒の魔法。まあ、これも最高ですね。これに聖なる雷槌とラリフォーマーを持たせて、おります。で、まあ、成長がですね。ドルマ、呪文 A、呪文耐性 A。まあまあ、こんな感じですね。で、継承がですね、聖なる雷槌、ラリフォーマー、あと、ドルマ呪文 S、素早さ A を2つつけております。
まあね、S、やっぱ欲しい。まあ、この素早さ A2 つつけたことで、まあ、大抵、竜王には先制できましたね。まあ、ごくごく稀に、こっちより早く動く竜王いましたけど、まあ、グラマスの方ですね。まあ、さすがだなと思います。素早さ減耐性 A と休み耐性 B をつけて、それぞれ、無効にしております。はい。ということで、で、次、ホークブリザードの紹介ですね。はい。ホークブリザードはこんな感じで、頭脳明晰極みです。はい。で、まあ、癒しのウェーブとマヒャドを持っております。まあ、これにですね、ザオラル、ベホマラーで、ザメハをつけて、おります。頭脳明晰なんでね、全体攻撃、マヒャド、攻撃、もしするときにはね、撃ってくれます。はい。まあ、頭脳明晰なので、HP が70以下だとですね、回復しちゃうんですよね。はい。ということになります。スキル HCB 回復効果が、まあ、プラス S に、S 成長しております。で、継承なんですけれど、守備力 S をもう2つつけて、まあ、できるだけ落とされにくいようにしました。で、あとは呪文 HP 回復 B をつけて、あとですね、休み耐性と眠り耐性をつけております。もうこいつは絶対眠らないようにしました。はい。まあ、これは結構功を奏したかなと思いますね。はい。まあ、守備力 S 2つと休み耐性、眠り耐性ですね。はい。まあ、メラにね、メラとかギラにはちょっと弱いんですけど、まあ、ある程度仕方ないかなと思います。メラゾーマが飛んでくることってあんまないんですよね。あとはデスクローもね、基本的にはなくて、まあ、灼熱サイクロもね、もう仕方ないかなと思いますけど、灼熱サイクロもね、今回少なかったですので、はい、フォークブリザードを使う機会、活躍できる機会結構あったと思います。バルボロスにはね、強かったですね。はい。ということで、パーティーに行きましょう。まあ、基本的にはですね、ギガンテスと竜王は、全パーティー同じです。で、アームライオン、こちらだけ違います。こちらだけですね、これか。はい。クリムゾンバード持ちは一緒なんですけど、こっちにはもうヒートインフェルノをつけて、おります。パーティーにはもう、キラーパンサーがいるパーティー対策ですね。はい。獣系ダメージ S 成長しております。はい。でですね、こちらの継承はヒートインフェルノとギラ残体 S を2つつけておいて、休み耐性 S とデイン耐性 A になります。はい。ということですね。まあ、キラーパンサー相手なので、まあ、キラーパンサーね、セイントインパクトを打ってくるキラーパンサーも結構いたので、まあ、そう考えると、ね、イオ耐性でも良かったのかなとは思います。で、こいつですね、残念ながら攻撃減耐性が育てつかなかったので、まあ、C になったら無効なんですけど、攻撃減がですね、やや強い止まりですね。はい。まあ、こっから、ね、まあ、いや、とりあえず。だから、アームライオンはですね、攻撃減耐性が C まで育てば攻撃減無効にできるんですけど、そこが結構大きな違いです。で、キラーパンサー対策ということで、キラーマシンを入れております。極みの一匹狼でですね、まあ、スキルもですね、氷結乱撃持ちの最高のやつです。凍える吹雪も持ってて、氷眼落としをつけました。もうヒャドに染めております。成長が斬撃耐性 S まで育っていますね。はい。で、継承がこんな感じです。ヒャド残体 S、 あとはヒャド残体 A をつけて、休み耐性、麻痺耐性、そして攻撃減耐性をつけております。まあ、攻撃減耐性はね、ヘルクラダーと、まあ、当たった時も、もうですね、攻撃力が下がらないようにしております。まあ、素早さ減耐性でもいいんですけどね、ヘルクラダーがね、時々出てくれたということで。はい。で、パーティーさんの紹介ですかね。はい。ということで、パーティーさん、まあ、同じくですね、ギガンテスと竜王は 同じです。で、アームライオンも同じですね。はい。パーティー1と同じアームライオンです。で、キングスライムか。はい。ですね。極みの力自慢。まあ、このキングスライムはもう前回大会と全く同じです。はい。プラズマウェーブ持ちで、継承にギガソード A スキル持たせております。あとはもちろんザオラルを持たせております。成長がですね、まあまあこんな感じですね。はい。
はい、ということで、まあ、ギガソードを持たせて、デイン残体 S を2つ持たせております。まあ、基本ザオラルが多いんですけど、まあ、時々攻撃が回ってくるときには、結構頼りになりますね。はい。ドルマ耐性とメラ耐性をつけております。まあ、ちょっとね、ヒャドウと迷うところなんですけど、まあまあ、これはこれで、はい。まあ、ドルマ耐性はつけておいた方がいいかなとは思いますね。はい。まあ、あんまりね、まあ、ちょっと、バルボロスにはね、ちょっとやっぱり苦手かもしれないです。はい。ということで、まあ、とりあえずこんな感じで、ございました。まあ、継承玉ね、デイン耐性の S とか、いい加減欲しいなと思いつつね、まあ、素早さの S もね、未だに抜けてないんですよね、ということで、まあ、ちょっと、そんな感じでございます。はい。というわけでですね。まぁ、ちょっと、この後は、はい。継承ガチャをやっていきたいと思います。はい。ということで、少しでもね、いい継承玉。まぁ、グランプリ終わったばっかりですけれど。はい。ということで、今回はですね、1万歩族。まず行きましょう。ホークマンですね。はい。ホークマン10匹とお別れをしていきます。はい。ちょっと、1、2。はい。これでいいかな。はい。一体だけ見ていきましょう。A の継承玉なしですね。はい。ということで、お別れしていきます。はい。はい。ちょっと残念な感じですかね。麻痺耐性がね、フォークもあるので、まあ、運が良ければ、麻痺耐性 S とか落とせればと思ったんですけど、まあ、さすがに今回は残念でしたね。はい。次ね、キラーパンサーですね。はい。未だにね、素早さ S を抜けておりませんので、そろそろ素早さ S 欲しいなと思いつつ、クリムゾンバードと混乱耐性 A ですね。まあ、その他はいいでしょう。とりあえず、はい、10匹お別れします。はい、どうだ。はい、今回も、まあ、いまいちですかね。はい。A とか S の継承玉はなし。次ですね、カメレオンマン10匹とお別れしていきます。はい。カメレオンマンはね、会心率かな、突起すべきところとしては、会心率です。はい。まあ、持ってるかどうかわかりませんけど、この中にあるのかどうかわかりませんけど、いうことで、はい。まあ、当たったらラッキーという感じで、はい。B の継承弾は結構ね、落ちるんですけど、なかなかね、A と S が落ちないですね。てか、S が落ちないですね。はい。ということで、それではですね、13000歩族行きましょう。まずはヘルクラウダーでしたっけ？ホルクラウダーはエレメント系ということで、はい、行きましょう。ヘルクラウダーですね、はい。10匹お別れしていきます。10匹いたよね、はい。というわけで、まあ、斬撃耐性ですね、さすが。13000歩族。いい継承玉、候補がありますね。はい。お願いします。なんか来い。斬撃耐性 A が来ました。最大 HP の A も来ました。まあちょっともう一声ね、S が欲しかったところですね。はい。はい。ということで、次ですね。ケンタクルス水系ということで行きましょう。5、6、7、8、9、10。はい。では、いきます。まあまあ、これは A の継承玉なしですね。はい。では、まあ、ヘンタクルスね、継承玉候補はいいんですよね。結構いいと思うんですけど、どうでしょうか。いい継承玉来い。おー、大義耐性 S。これはね、初めてですね。はい。大義耐性 S。うん。灼熱サイクロンとか、ですかね。はい。まあまあ、こういうの。まあまあこれ久しぶりに S 継承玉来たような気がしますね。耐撃耐性ありがとうございます。はい。まあ壁はね、斬撃耐性があった方がいいような気もするんですけど、まあそれ以外はね、耐撃耐性もあってもいい気はしますね。後ろのやつとか。はい。ということで、ありがとうございます。はい。久しぶりに S の継承玉来ましたね。はい。次ですね。18000歩族いきます。魔王の使い最後にしたいので、今回、まずは、フォークブリザード10匹とお別れをしていきます。なんか一継承玉あったかな。ヒャドブレスとかはちゃうか。まあ、ヒャド、回復魔力とか。はい。まあまあ、とりあえず18000歩族なんで、それなりのものがあるとは思います。どうだ。
はい。A が2つか、回復魔力 A2 つですかね。あ、そうだ、イオ耐性があるんですね。はい。まあ、今回は残念ながら、回復魔力 A とか使わないですよね。うん。はい。まあまあ、それはそれでいいでしょう。ということで、はい。ではですね、最後、魔王の使い10匹、お別れしていきましょう。はい。はい。はい。ということで、これだけちょっと見ていきます。激しく切りつけると会心率へ。そうですね。会心率持ってるんですよね。会心率欲しいですね。お願いします。どうだ？来い！会心率へ。はい。あとは激しく切りつける。まあ、まあ、これが落とせたのは、まあまあ良かったですかね。これ三つ目になりますね。はい。まあちょっと S の継承玉が今回はね、こいつからはなかったですけど、まあでもね、大義体制 S ゲットできましたので、まあ今回はね、まあまあ良かったんじゃないかなとは思います。ということで、この動画をね、見ておられる皆様にも、いい継承玉が出ることを願っております。ということで今回ですね、はい、第5回かな ?6 回かな、ちょっと間違ったらすいません。モンスターグランプリの一応結果ですね。まあ、まあ、重要ないかもしれませんけど、一応パーティー紹介のようなものもしておきました。はい。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ！